夏にハワイに旅行に行きたいアリサです。はい、夏にかき氷をたくさん食べたいユナです。そんな私たち2人が今回ご紹介するのは、バン、ニコラ7月号です。イエーイ。ティアラチャンネル、やってきました。夏です。夏暑いよね。でもセミが鳴く頃ぐらいギリギリの気温だよね。うん、それでこのニコラの表紙は、表紙は夏っぽく涼しげな感じで、そう、この透明感がすごいよね、2人の。でここにダイエットって書いてるけど、ゆな、うん、ちゃんはその素晴らしいスタイルをキープするために何してる？ゆなはまずはちゃんと食べるけど、朝はちょっと少なめにして、で学校の行き帰りでちゃんと歩いてる。うん、アリサは、お菓子が好きだから、お菓子を食べるし、ご飯も食べるけど、太っちゃうから、いつも遠い距離を歩いて、それにお風呂でマッサージしてます。こうやって足をして皆さんが気になる付録は、ミーパーセントのワッペンメッシュポーチ、夏っぽいメッシュ素材で中身が見えておしゃみえ、こんな風になっています。かわいい。これさ、めっちゃ透けてるよね。そう、めっちゃインスタ映えそう。かわいいものとか入れて、ミーパーセントって書いてる。うん、あ、見える。やっほー、やっほー、見えてますか？それではアリサからデコっていきます。頑張って。はいインスタ映えじゃん。これさ、この開ける音が、あ、気持ちいい。目を開けると気持ちいい。じゃあまずこれにしよう。いいね、ちょい見せ、ちょい見せ。これ入れようかな、チーク。まずこっち。アリサがデコってみました。完成。テーマはおしゃかわコスメです。これさ、アリサがお気に入りなのがこのソフトクリームの、それかわいいよね、めっちゃ。そう、これ、これがめっちゃ好き、このソフトクリーム。では次はユナがデコっていきます。頑張れ。頑張るインスタ映えチケット、どれにしようかな。これかわいいよね。あ、じゃあこのアリサのくせに、で、夏系の、これ辺になるかな。完成しました。どうですか？このポーチの題名はなんと付録活用ポーチです。イエーイほとんどが付録なの。この辺にネイルも付録。ここね、ピーッピッこのポーチも付録じゃん。皆さん、いかがだったでしょうか？このメッシュ素材のポーチは夏にぴったり。